はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。ファイヤー、ん、時間が動いてない。あ、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。ファイヤープロレスリングワールドライブ配信始めていきましょう。今回から新しいシリーズとして、今まで作ったオリジナルレスラーですね、そちらを使ったタックリーグ戦を行いたいと思います。オリジナルレスラー1人と、ランダムで選ばれたレスラーで、今ですね、オリジナルレスラーが14人います。14人いるんで、その14人で組むんですけど、14人がベースになるんですけど、1リーグ戦だと、決勝トーナメントがやれないんで、2リーグ戦にしたい。でも、その後7人ずつなので、総当たりはできない上に、結構早く終わっちゃうんで、どうしたかというと、同じ選手の、パートナー替えで、A ブロック、B ブロック、同じオリジナル選手が出てくるんですが、パートナーを変えて、戦わせたいと思います。まあ、当然、状況によっては、あんまり、まあ、ないとは思ってるんですけど、その A ブロック、B ブロック同じ選手が決勝トーナメントに勝ち上がって、戦う。まあ、見にくいというところはあるかもしれませんが、ぜひ見てください。基本的に20時ぐらいまでですね、ちょっと、この後用事があるんで、20時ぐらいまで1時間、まずやって、その後ですね、いつもの深夜 BGV 枠で、やりたいと思います。最初うまくいけば明日かな、明日の夜に BGV でやれればとは思ってますが、無理だったら、まあ、いずれやって、2日後の0時に、最初、Twitch でライブやって、2日後の0時に YouTube にアップロードするといういつものやり方でやりたいと思います。ぜひお楽しみ。では、まあ、説明長くなるし、時間ないんで、早速やっていきましょう。アングリーランボー。アングリーランボー、入場あるよね。入場シーンある。タフワンマンモス、藤原義明組の入場ですね。A ブロックだよな。YouTube のですね、チャンネルのコミュニティ欄に、リーグ戦の組み合わせ書いてます。本当は貼り付けたかったんですけど、なんか URL が発行できないってことですね。ドクトルルチャは碇、まあ、アントニオ猪木ですね、ベースは。猪木さん、ベースに、
やりたいと思います。じゃあコミュニティ貼っとくかな。リンク貼ることは別に違反じゃないしね。このコミュニティに組み合わせを、記載してます。リンク貼ってます。ピン止めすると見えなくなるのか。どうして、ピン止め解除すると、そういうことか。配信スタートした後に貼らないとダメなんだ。で、BGM を流しましょう。ハイプロの普通の BGM。よく流ハイプロで手動選択できる BGM です。私はハイプロなんで。お、あ、ブリカ。
パンチを打ってる。ちょっとガサガサしちゃった。申し訳ないです。いいですね、この高山に、このエベレストジャーマンの格好、これ DLC で買えますんで、ぜひ、高山選手の、まあ、今、まあ、病魔に倒れてるわけですが、そう、病気の治療にもなる、治療費にもなるということなので、ぜひ買いましょう皆さん。値段もそんなにしないんでね、300円ぐらいだったっけ、ちょっと細かい、ね、金額は忘れましたが、1000円いかないんで買いましょう。高山義弘選手チャリティー DLC っていうのになってますね。300円ですね、こちら税抜きで PS4 版だと。そうか、第1弾と第2弾があるんだ。両方買ってるんだけど、それぞれ300円ですね。300円税込みです。おっと、肩固、スタンディング肩固め来た。藤原がカバーしている。いい音楽だな。お、肩固め、で肩固めで援護。フチャドクトルと藤原、アームリーか。腕を痛めていきます。そして決まった脇固め。さあどうだ、耐えられるか、ルチャドクトル。あー、完全にもう腕下がってますね。危ない。決まった。あ、ん、あ、やっちゃった。これ。イルミネーションがオンになってる。イルミネーションがオンになってんじゃないのこれ。2人のまあイリニメーションですね、これ。うわー、やってしまった。タオタックマッチじゃない。設定を保存したままいじれないんだよな、持ち越せないんだよね、その選手の構成を。まあイリミネーションでも引き分けは多くなるけど、大きな30分なんで
大きな影響にならないってことでやりましょう。2対1になった時点で相当不利ですからね。ではしばらくご覧ください。
Thank you.
Thank you.
はい、現在 A ブロックのでかいなさなげサルト組対白百合空組ですね。同じ対戦組になっちゃうのは良くなかったな。ランダムにすべきだな。次からは同じ対あの組の対戦、同じオイジアウレスラーが2度あの同じ対戦相手に出てしまうからな。もう一回おっと高い投げた。もう一回さなげ白百合さなげ組白百合を対戦になるからな。今度は B ブロックで次回からランダムにしないといけないところですね。さあどうだ、カード2。今の危なかった、チョークスラム。深いとこから振り落とされて、軽量白百合ですからね。よく 2.9 で返しました。事故ですよあれ、事故。ジャイアントシーン、おスピードへ、エータかな、スピードで対抗です。これともう1試合やって本日はあの配信は終わりとしたいと思います。ちょうどいいぐらいだろうな、それを。それでだから4試合か。ドブキックは不発。そしてさあ走ってセントン得意技です。20分経過しましたが、まだあの誰も敗退しておりません。2人とも残っております。でも、うん、結果的にイルミネーションマッチ正解だったかもね。
どうだ？ドップキー数落とし、これはカットですね。お、周りが読んだ。だがカットに入る。30分です、なおこの時間は。さあ、決まった。まあ、寝かしてしまえば一緒ですからね。ああ、立ち技では及ばないけど体格差があるから。さあ、ゲドクラッチ決まったか。追い込んだ。 2.9 よく返したサーゲサウト。残り4分です。さあ、そして戦闘音、エータイタッチ。トラスキー、そして走ります。補足ブレンバスター。さあ、残り3分、果たして決着はつくのか。追い込む白百合組エータ。おっと、スロイラーで反撃だ。さあ、ジャイアントシーンはすでに敗退しております。これはロープエイク。さあ、これは、お、空中技。何？えぐい。バスター、でもカバーに行かずに白百合タッチ。さあ、この判断がどう出るか。おっと、いや、でもロープエイクです。これは残り1分半しかありません。あ、でも決まった。決まりました。白百合組勝利。しかも2人残しですからね。ちょっとラストにするんで。さあ、パートナーを、立花聖をコーディに変えて行います。ほら、試合開始。さあ、立花です。ちょっといかついですね、選手。これが本日最後の試合になります。そして、ん、あれ、なんで、あー、来た、タイムラグあろうか。びっくりした。さあ、今度はコーディー試合。おっと、コーディは普通に歩いているのに、試合よりは結構離されてきますね。入場時間がかかっております。試合より空、
さあこの組み合わせは一緒です。さなげと白百合、B ブロックです。 A ブロックはジャイアントシーンパートナー、さなげはパートナー、ジャイアントシーンが白百合や関節でやられまして、ふと及ばず、シャウイは勘抜きで、シャウイギア2つとも取って勝ちましたが、 B ブロックはどうなりますでしょうか。スープレックス、スープレックスを売りするサーゲサルトと、クセモノ女子レスラーシャウイソラ、さあ腕ひしぎ、エルボー、
そしてサイド腕ひしぎパンチを打つ、ゲドクラッチだがまだこの時点では早いか、まあロープブレイクですね。もともとさあ、もうこれ入れ、さあこれは関節攻撃、そろそろ危あのは怪しくなってくる頃です。おっと、ダブルアームスープレックス、鮮やかサルト。さあどうだ、カット間に合うか、 2.9 自分で返していきます。お、ラリアット、関節だがこれ権利がない、エルボーですね。あ、え、もう、はい、負けてるのか、敗退してるのか。さあこうなるともう後がないですね。さなげが敗退してる、カット。そしてこれ痛めますね。あとがありません。
3カウント。こちらの B ブロックも白百合組パーフェクト勝利となります。いやすごいですね。稲妻レッグアイアン、コーディが立花聖吾を破りましたね。はい、ということで、4試合全部多分あのさ決着ついたと思うんで、 A ブロックは、ドクトルルチャ組がと白百合組が勝利。あ、 B ブロックは結果が変わりますね。マンモス組がドクトルルチャ破ってます。白百合組は B ブロックでも勝利なんで、白百合組は2連勝ということになります。これが A ブロック。 B ブロックはマンモス深木組がルチャドクトル太一組を破っております。セーブしとこう。はい、ということで、今回ここまでになります。この後は順次深夜帯の BGV で、やっていこうと思いますので、ぜひお楽しみに。今回配信、ツイッチでお届けいたしました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いします。また YouTube のアーカイブ2日後21日21時にアップロード予定です。こちらもぜひご覧ください。チャンネル登録高評価もお願いいたします。旧 Twitter である X のアカウントも持っております。ぜひアカウントのフォロー、リポストいいねお願いします。ファイアプロレスリングワールドライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。